せっかくお酒やめてんのにノンアルコールビール9缶も飲むな。やめてんの？やめてんすよ。なんで？なんかちょっと人間ドック行ってこれちょっとダメですよみたいな。ほんでもう一回検査するからお酒やめなさいって、うん、今やめてるんですよ。おお、人間ドック行ってんねや。行ってますよ毎年。え、そうなの？はい。ほんでもうお酒やめて、やめてるけど、あの家帰った時にもう何してるか分かってる。あ、そのいつも下手したらカバン置く前に先ビール取ってるみたいな。ああ、いう人間が、うん、新幹線のホームでももうホームで飲んでる。ホームで飲んでる。キオスクでこうてそのまま。そうやで、いつも。へー。蓋開ける前に飲んでるもんな。こうて無理や。こうてもう開く前に。無理や。口つけながら開けて。もっとこうでもやめたらうっ。うーってなるかなと思ったら意外と、うん、もうダメよ言われた、うん、そうですか、しゃあないな。ノンアルは飲みとなんねん。あ、一応ね、だからノンアル飲まない日もあるけど、飲み出したらうわこの感じって、2本目3本目次行ったらアルコール入ってんちゃうかみたいな、うんうん、今美味しいしな。そうですよ、だからもう4缶目これも入ってないか、アルコール入ってないやろ。入ってないやつ買うてんねんから。ランダムのやつなんか当たる、もうむちゃくちゃ入ってんちゃうか。当たりみたいなあるんちゃうかみたいな。それもうゴッドっていう波荒いパチスロやってるやつになるやつやん。次来るんちゃうか、次来るんちゃうか。山椒とか怒られへんかった、人間ドックで。山椒のことに関しては人間ドックで先生に報告してないんですよ。いや、スーツでなんか出るん、これ後藤さん山椒取りすぎてますねって言われるやろ。いや、山椒血液でどっかが上がることないですから。もうあかんよほんまね。え、気ぃつけな。うーん、ということですけども、はい、さあ、今回、以前これ美味しいからよかったら食べてみて、結構前になりますけどね、うん、我々が持ち寄ってみんなで食べてみようという企画、これを久しぶりにやろうということです。はい、200万回再生いってるんですって。へー、やっぱり何やったっけ、どんなやったっけ。以前のやつ、じゃあちょっと改めて、はあ、岩尾が塗って焼いたらカレーパン、トーストにね、うん、黒トリュフフレーバーポテトチップス、これも今も食べます。カツオおかか、はいはいはい、そしてジュニアさんが大阪紅生姜店ポテトチップス、覚えてます。これ美味しいね。うん、でチーズ入りカレー風味ドレッシング、これも美味しいね。聞いたところによると、あのジュニアさんがあれ紹介して、うん、もう1ヶ月ぐらい買えなかったそうです。へー、すごい、はい、そうなんや、すごい反響。美味しいもんあれ。僕はサバチ、トリュフ香るミックスナッツ、エビチー、梅の実ひじき、梅の実ひじき売り切れることは、僕が紹介したからって売り切れることはなかったんですけども、岩尾さんが定期的に買ってるそうです。いや、スーパーで見つけたらな、そんなにいつも置いてないからね。そう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 、うん、岩尾には何かしらの影響を与えたと。小籔さん、クイニーアマクロワッサン 50% ブールエシレのもの、はいはい、なんかあんまり食いつかへんもんな。なんか俺いつも思うね、そうやな、3人でわーってシェイクして、はい、エシレとか一切ムーンってしてるやん。でも世の中は俺の味方の方が多いからな、言うとけど。女性はそうやな。そうですね。なんかジュニアさんに忖度しすぎてる。いやいや、別にしてないんすよ。その2丁目の流れ、そんなことないやろ。紅生姜店とコーヒーがすごい2丁目と梅田花月を感じるのよ。まあ、我々わちゃちゃジュニア出身出身ですけどね。いや、まあ俺もわちゃちゃジュニア。さあ、皆さん持ってきたということですから、うん、誰からいきましょうか。俺からいいですか。ジュニアさん、俺はね、これええね、この間、はい、教えてもらって愛知県で、うん、俺番組やってて、で愛知県の何港や、知多半島と、はい、今愛知県ってこうなってるんや、形、はい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 、ね、ここに3つ島があるんだよ。これ何湾、これ三河湾、三河湾に3島あって、はい、その中の1島が篠島っていうところやねんけど、はい、そこにこの間行かしてもらうわけ、はい、ほんま島民2000人とかなんかそれぐらいとかな、言うたんやところにお邪魔させてもうたら、はい、出してくれあったこの海
俺島の香り篠島っていう、はい、これもしよかったらとか言ってつまみにっつって、はい、もう気づいたこれ2缶めちゃくちゃ美味しい、うん、2つはだいぶいきますね。もう48枚入りやで100いきますもん。まあ海苔はね、うん、海苔好きやわ。ありがとうございます。じゃあ海苔好きや味付け海苔、うん、おいしい、うん、めちゃくちゃ味濃くない？濃いですね。これでだから知多で、うん、知多半島で、うん、知多のハイボール飲んで、うわー、なるほど。あそこか、知多って言うてんの、そこなんですね。うん、ほんで、あんまり俺が食べるもんやから、最後帰るときに、ジュナ君、これって箱でくれはって。っていうのは、なんでこの篠島に行くことになったか言ったら、面白いから行かせてもらおうので、その番組でやってんけど、1月3日に、夕方6時、もう真っ暗、その1月3日はもう、電力会社の電源から切んねんで。一切街灯から自動販売機から全部の電気が消えて真っ暗なのよ。それも何百年も前から。その、まあ、電気がない時はあれやけど、うん、まあ、風習として、もう風習として1月3日も真っ暗、うん、で音立てたらあかん、うん、でずーっと家でもう覗いたら目つぶれるよとかそういうことずーっと言われてきて、で、なんかって言ったら、男の神様が女の神様に年に1回行って、そういうことをするという、ほう、ことなんで。はい。で、それは年によって時間は違うらしいね。あ、それ誰がどういうあれで決めてあるのか分からんけど。ほんで、終わったってなったら太鼓がドーンドーンドーンってなんねんて。ほんなら島中の人間全員がそこにお参りしに行くっていう。へぇ、はい、また行くねんけど、来月。へぇ、うん、そんな頻繁に行くんですか？遊びに、うん、へえ、なんか南国のイメージですからジュニアさんは。おとついまでは宮古島です。島好きやなお前、島ばっかり行くやんそこで食べさせてもらって。美味しいです。美味しいやろ。海苔ね、あれもうまいよ。パリパリ梅、バリンバリン、ちょっと触ったらクシャーってもう全部潰れるんですよ。こうしならない、これ、あ、これこれ、パリパリ、これ近所のそれこそ息子の友達の家族とかにあげたらめちゃくちゃ喜んでましたよ。これな、昆布課長とかもコラボしてるとかあるよな。あ、それです、それです。あ、それか、それ、うん、あれめっちゃうまないですか、うん、昆布課長ってあの激辛タッチの、はい、そうです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 。あれが俺なんかちょっとだけ、いや昆布課長はええねんけど、はい、読売新聞コモちゃんの下にいつも昆布課長、うん、いんねん、うん、5コマになってもうてん漫画があそこあかんで、あれこっち全部昆布課長がいてじゃあ次僕いきます、はい、僕はですね、これです。何？山椒です。もう山椒、いや俺食べてみたい。山椒だけ出されてもな。このね、まあ何種類か買ったんです。おうおう、ね、最近シビカラということは皆さんね、うん、カラシビとかいうの聞いたことあると思います、うん、辛い上にしびれる、うん、辛いっていうのは唐辛子が担う、うん、しびれは山椒が担うんですね、うん。でそのしびれ具合っていうのも一番しびれるのがあの花椒、花に山椒の椒で花椒、あれが一番まあ辛しびれるみたいな、うん、きついんですけど、どっちかってこれ和食に使うような山椒、うん、奥出雲の端紙、これなかなか、うん、お値段します。これ1本で2000円ぐらいするのかな、うん、香りが強いです、うん、でも結構量かけると、あのシビからのシビ好きな人も潤います、うん、でこれをもう僕の好きな食べ方、うん、ちょっと僕の大好きな食べ方やっていただきましょう、はい、何それ。調べたらね、うん、ほぼどこもやってないです。やってない、たこ焼きです。たこ焼き、はい、山椒たこ焼き、はい、うわ、じゃあなんか始まるかもね。これにちょっとこれお塩がまあ普通の卓上塩か、まあええか、A 塩でね、はい、A 塩ちょっと、うん、で、
あえてですけどね、はい、マヨネーズ、はいはい、つけてください。いや、あの和中でもね、このスタイルで食べますよ。はい、はい、まあこれ、そう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 。で、この上にお好きな量、ちょっとかけて、結構かけていいです。あ、そう。結構かけてください。下にこぼれるやつもちょんちょんちょんってこう、たこ焼きのお尻につけながら食べてみてはいかがでしょうか。いかがですか。あ、おいしい。うまいですよね。でも、あ、結構いった方がいいわ。強い方が美味しいですよね。強い方が美味しい。これ、これどっかやりはるんちゃう。これね、銀だこあたりで。これやってないんですよ。どっかのちっちゃい店舗で1個2個出たぐらい。言わんとく。いかがですか。美味しい。うまいですよね。あれ、え、うん、ヌートバーやっといたら。まだ誰もやってないから残しといたら。まだ誰もやってヌートバー。この二人やるわけないやろ。ヌートバー申し訳かけんねん。あ、もっと、うん、あ、ヌートバー。あれペッパーやから。つけて食べる。おいしいわ。マヨネーズ、マヨネーズある方がいいんですよ、うん、さっきのお塩もな、こぼれてたやつもな、お尻につけんねん。そう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 。うん、もやろ、うん、マヨネーズとこれが合うな。めっちゃ合うんですよ。だからなんかサラダ的なやつとかでも、はい、サラダでもいいですし、どうでしょう、あ、冷ややっこにマヨネーズとこれかけてもいかがでしょうかね。うん、お醤油とも合いますよ。ああ、そうか、はい、あれもいけるわ。餃子、餃子うまいです。やりました、うまいな。え、それおっしゃる通り、山椒だけでいいですか。いやいや、酢醤油にこれ大量に入れて。酢醤油、さすが。そうか、またラー油と違う味でね、はい、餃子の時。ただ皆さん気をつけてください、うん、僕みたいに、うん、山椒ジャンキーになったら次の日、起きてからお昼1時までお腹壊します。過剰摂取はやめてる。過剰摂取はダメ。実際山椒っていうのも調べました、僕。どういう作用があんねん。調べたら覚醒作用って書いてました。で、あと、うん、ほんま僕だけかもしれないですけど、うん、仕事行く前に一舐めしたらパキッて起きます。へえ、うん、これやってたら、うん、宮迫さんのたこ焼き潰れてなかった。やめてください。今宮たこの話いいでしょ。宮たこ。でもこんなん言うたらまた宮迫さんこの多分 YouTube 見てるからさ、はい、絶対、はい、牛宮城でそれ並んでる。いや、牛宮城でやらないでしょ。その3章ヒカルさんとお皿の種類考えないでしょ。その3章やってんちゃうか。これね、たこ焼きテーブルマークさんの、うん、ごっつうまいシリーズの大だこ6個入り、これしてください。それもあんの。はい、これです。あ、もうこれが一番いいんです。あ、そう。いろいろ調べましたけど、僕調べの中ではこれが一番うまいです。で、これを僕ずっと言ってて、ウェブ CM、うん、出ました。お、起用していただいて、はあ、ね、でもその契約切れました。その後もずっと買ってます。なんガチな。だからガチファンなんですよ。うん、いや、うまいね。これ飲んでみーな。酒。ああ、もうノンアル3缶いけんだよ。ノンアル3缶あんまいかへんのよみんな。チャンネル登録お願いします。蓋開ける前に飲んでるもんな。無理や。こうでも開く前に。無理や。